細田田原研究室にようこそ。我々は個体個体間の相変態による機能発現として形状記憶超弾性材料を研究しています。形状記憶合金は相変態で形が戻る材料で、モーターや発電もできますし、水道線や新幹線にも使われています。超弾性材料は歯の矯正、メガネ、心臓や脳など血管治療機器に使われています。皆さん、これらエネルギー医療を革新する最先端材料を一緒に研究しましょう。材料には建築物や自動車などの構造物の外形を保持するために使われる構造材料と、それ以外の特定の用途のために使われる機能材料があります。金属でできた機能材料として最も代表的なものが形状記憶合金です。力を取り除いたり加熱することで元の形に戻るという機能を利用して、さまざまな分野に応用されています。当研究室では医療・エネルギー分野に革新をもたらす新しい形状記憶合金の創出を目指し、日々研究を行っています。我々の研究を簡単にご紹介します。形状記憶合金が最も多く使われているのは医療分野です。歯列矯正のワイヤやステントなどがあります。現在使われている形状記憶合金には金属アレルギーの原因となるニッケルが含まれており、医療現場では既存の形状記憶合金の使用が危険視されています。そこで我々はニッケルを含まない安全な形状記憶合金の研究開発を世界に先駆けて行っています。チタンや金をベースとした新しい形状記憶合金は人体に安全であり、世界中で早期の実用化が望まれています。その他に当研究室では磁場を印鑑することで動作する形状記憶合金を使った複合材料に関する研究や、単結晶を使った形状記憶合金の基礎研究も行っています。金属材料の研究では金属を溶かして合金化し、加熱や加工を加え精密に研磨を行った後に結晶構造を測定したり、さまざまな顕微鏡で金属組織の観察を行います。当研究室ではこれらに必要な一連の装置を所有しており、世界最先端の研究活動を行っています。学生には一人ずつ研究テーマがあり、得られた研究成果は国内や海外の学会で発表し学術論文にします。当研究室の学生は毎年優秀ポスター賞を多数受賞するなど高く評価されています。研究室紹介は以上です。当研究室に興味のある方はホームページをご覧ください。また研究室見学も対面オンラインで随時行っております。お気軽にお問い合わせください。ご覧いただきありがとうございました。